はい、整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、慢性的な痛みでお悩みのあなたにですね、痛みの解消のためのヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日はですね、首こりでお悩みのあなたにですね、とても有益な情報をお伝えさせていただければと思います。はい、私はですね、慢性腰痛専門という形でさせていただいているんですけども、やっぱり首こり、まあ肩こりも含めてですけども、でお悩みの方も結構多くいらっしゃるんですね。で、私はよく患者さんに言う言葉として、まあ、首こり、肩こりくらいだったら自分で治してくださいっていうふうに言うんですね。で、よくですね、質問いただいて、まあ、お伝えする体操っていうところですごくですね、効果的な体操がありますので、首こりでお悩みのあなたにですね、ぜひ実践していただきたくですね、この動画でお話しさせていただければと思っています。はい、まあ、題してですね、3秒で首こりを消す体操っていうところですね、お伝えさせていただければと思います。はい、そもそもですね、やっぱりなぜこのお話をさせていただくかというと、首こりとか肩こりっていうのは、要は首とか肩が凝ってしまって痛くなるっていうことなんですけど、痛いところに原因がある、痛いところが悪くなっているっていうことをですね、勘違いしてしまっている方がすごく多いんですね。確かにここに痛みがあるんですけども、その原因っていうのは別のところにあるんですよ。で、それを知らないと一生首とか肩の痛みで悩むことになりますから、ぜひ今日ですね、いいきっかけにしていただいて、もう根本的にそこを直してくださいっていうところですね。はい、ここ触る必要なんて全然ないです。はい、原因をちゃんと理解してください。で、もう簡単にお話しすると、首とか肩、特に首がこう痛い場合、左右に倒して首が突っ張るなっていう風に場合っていうのは、首が動きすぎてしまっているんですね。首っていうのは実際あんまり動くところじゃありません。首っていうのは頸椎っていうふうに言いますけども、頸椎ってそんなに動く場所ではなくって、頸椎が動きすぎてしまうと首が突っ張ってしまうんですよ。で、本当は後ろの肩甲骨、その下にある胸椎とか肩甲骨が動かなくてはいけないんですね。で、胸椎とか肩甲骨が動かないから首が動きすぎてしまって突っ張ってしまうんです。なので、まあ、肩甲骨が動く状態になれば胸椎も動くような形になりますから、首とか肩っていうのは、まあ、痛くなくなるんです。で、それをですね、じゃあ3秒で消す方法っていうと、早速やっていきたいと思います。はい、お待たせしました。で、まず左右に倒していただいて突っ張る形があるのであれば、それちょっと覚えておいてください。で、やり方としては簡単で、ただですね、ただ肘をですね、少し曲げます。肘を曲げた状態で、まずは肘をぐーっと後ろに引いてください。肩甲骨を寄せるようなイメージで、これでぐーっと引いていただいて、手のひらを上に向けていただいて、ぐーっとねじって、ぐーっとねじっていきます。はい、この状態で首を左右に倒していただくと、突っ張り感ってなくなるはずなんですよ。はい、ただこれだけなんですね。はい、もう一回いきます。肘を曲げてぐーっとまず引きます。まず引く方です。ねじる方が先じゃなくて、まず肘をぐーっと引いていただいて、手のひらを上に向けてぐーっとねじっていく。そうすることによって最大限に肩甲骨が浮く状態になるんですね。この状態で左右に倒していただくと、突っ張り感なくなるはずなんですね。なぜかというと、胸椎がちゃんと動いてるから、頸椎が動かずに済むからなんですね。はい、こうすれば首こりとか肩こりっていうのは、まあ、解消することになるんですけど、ずっとこの状態にいるわけではいかないですよね。じゃあこれが普通の状態にしていくっていうところがですね、実はもっと大事になるんですよ。なので、まずこれで消えるっていうところを実感していただいて、じゃあ恒常的に、その恒常的にいつもですね、日常的にこの状態を作るっていうところになると、この筋肉と、かつこれ内側にねじる、この前腕の筋肉が硬くなってるからこうなってしまって、胸椎が動かない、肩甲骨動かないから首が動きすぎちゃって痛いんですね。なので、胸の筋肉とこの前腕の筋肉を伸ばしてあげることによって、勝手にこの状態になるっていうようなストレッチをお伝えします。なので3秒でこれが取れるっていうことを理解していただいて、一応ですね、あとまあ20秒、はい、10秒10秒のストレッチになるので、なので、まあ空き時間があったとしても30秒あればできるストレッチなので、ぜひこれやってみてください。やり方を説明すると、なので胸の筋肉とこの前腕の筋肉を伸ばすっていうようなやり方なんですね。で、壁を使った方法になりますので、ちょっとカメラのアングルを変えてですね、まあ、壁を使っていきます。で、壁を使って、まず胸の筋肉を伸ばしたいので、
手のひらを上に向けます。手のひらを上に向けて、だいたい自分の耳くらいの高さ、耳くらいの高さで小指側を壁につけます。で、壁につけていただいたら、肘をしっかり伸ばしていただいて、ぐーっと反対の方に向いていただくと胸が伸びるはずです。胸の筋肉伸ばしていただいて、このまま10秒間ですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、こうすることによって、まず胸の筋肉が伸びます。手のひらを上に向けた状態で、次のストレッチ、ちょっときついですはい、ちょっときついです。次は手のひらを思いっきり広げていただいて、壁につけます。はい、壁につけていただいて、ペタッとつけます。で、次はこの状態から肘を伸ばします。伸ばした状態で、硬い方はこれだけでもきついかもしれません。で、さらに胸をグッと張ります。で、これでもきついかもしれません。で、さらに余裕があれば、体をぐーっと反対の方に向けます。で、初めての時はここまで絶対向けないはずです。もうこの辺りできついと思います。できるのであればぐーっと向いてってください。そうするとここが思いっきり伸ばされると思います。はい、手をついて、肘を伸ばして、胸を張ってぐーっと回していく。で、10秒間、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で戻します。そして下ろすと、肩がグッと後ろに入るわけですね。こことここを伸ばすと、そうすると伸ばした側の首めちゃくちゃ楽になるはずです。はい、なので反対も、手のひらを上に向けて、小指側をつけて、肘を伸ばして伸ばす。ここで10秒で、もう一回手のひらを広げて、手をつけて、肘を伸ばして、肩を上げて、ぐるっと回す。で、ここを伸ばすっていうのを10秒10秒やっていただくと、肩がクッと入るわけですね。さっきのこの状態からこの状態に肩甲骨が入っていくわけです。そうすると肩甲骨が動くようになって、首が動きすぎることがなくなりますから、首こりが解消されるっていうような形ですね。はい、なので、まあ瞬時にですね、首とか肩こりを解消するっていう方法と、さらにそれをこう持続的にする方法っていう形で今日は説明させていただきましたから、これをやることによって本当に首こりとか肩こり消えますから、ぜひ自分で実践してみてください。はい、で、これでですね、続けていけば、だいたいそうですね、1日これを2セット3セットくらいしていただく。要はデスクワークの人ってこうなっちゃってるわけですよ。だから反対にこういう形にしてあげるっていう状態にすれば、首こりとか肩こりっていうところがなくなっていくっていうような形ですね。はい、もしですね、ご質問等あればどしどしお申し付けください。下にホームページのリンク貼っておきますので、ご質問いただければと思います。コメント欄でも書いていただければお答えいたします。またですね、今後もですね、まあ、慢性的な痛みのですね、解消のためのヒントだったりアイデアをお伝えできればと思いますので、ぜひ YouTube チャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。まあ、腰痛の解消の方法として、家庭でできる腰痛整体というものもですね、動画作らせていただいたので、ぜひ腰痛でお悩みのあなたはですね、家族間で腰痛を解消する方法も紹介してますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、では本日はですね、これで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。繰り返し見て練習してみてください。